ドッペルゲンガー殺人。2022年8月16日、ドイツ南部のバイエルン州、午後11時頃、警察に通報が入った。女性が死んでいる。警察が駆けつけると、1台のベンツがアパートの前に止まっていた。そして後部座席には、顔に重傷を負った女性の遺体が横たわっている。車を発見し通報した人物に話を聞くと、こう答えた。娘が帰ってこないから探していたら、ここにうちのベンツが止まっていた。そう、通報したのは娘を探し回っていた両親だったのだ。そして警察は遺体について両親に尋ねた。この女性は娘さんですか？間違いありません。遺体はミュンヘンで美容師をしているシャラバンであることが分かった。と、ここまではシャラバンが何らかの事件に巻き込まれたように思えるが、翌日事態は急変。怖い事実が明らかとなる。検視の結果、シャラバンではなく別の女性の遺体だということが判明したのだ。殺されたのは美容系のインフルエンサーとして活動していたハディージャ。そして8月19日、警察が殺人の疑いで逮捕したのは、美容師のシャラバンと彼氏のシェキールだった。当初、犯行の動機がなかなかつかめなかったのだが、6ヶ月にわたる捜査の末、ついに動機や犯行当日の動きが判明。2023年1月に2人は逮捕された。そして事件の詳細が発表されると、シャラバンの立てたおぞましい計画にドイツのみならず世界が震撼。事件はある都市伝説になぞらえ、こう呼ばれるようになった。ドッペルゲンガー殺人。ドッペルゲンガーとは、自分とそっくりな姿をした分身のこと。もしどこかでこの分身と遭遇したら、死んでしまうのだそう。この都市伝説の名前が付けられた今回のドッペルゲンガー殺人。事件の詳細はこうだ。ある日、シャラバンが両親にこんな相談をした。彼氏のシェキールと一緒に暮らしたいと思ってるんだけど。すると両親は猛反対、大喧嘩となったのだ。そしてシャラバンは恐ろしい計画を思いつく。そうだ、両親から離れるために自分を死んだことにしちゃえばいいんだ。自分の死を偽装するために他人を殺す。この計画を思いついてからの行動は早かった。ちょっと会えませんか？インスタグラムでサブアカウントを作り、自分に似ている女性に片っ端から DM を送った。ほとんど相手にされなかったのだが、1週間後、一人だけ会えることになった。それが美容系インスタグラマー、ハディージャだった。美容師をしていたシャラバンが、美容院を開きたいのでヘアモデルを探しているという嘘をつき呼び出したのだ。そして犯行当日、シャラバンは元夫に会いに行くと両親に伝え外出。彼氏のシェキールと実家の車に乗り込み、ハディージャを迎えに行った。車に乗せるとそのまま郊外の森へ向かい、彼氏のシェキールがハディージャを抱えて森の奥に連れ込み、刃物で殺害した。その刺し傷の数はなんと50以上。特に顔の損傷は激しく、誰なのか認識できないほどになっていた。そして遺体を後部座席に乗せ、シェキールのアパート近くに停車し、二人は身を隠した。その後、シャラバンの両親が車を見つけ通報。警察と両親は彼女たちの作戦に騙されかけたのだ。自分の死を偽装するため、自分にそっくりな人間を殺害した。
ドッペルゲンガー殺人。警察はこう語っている。遺体を発見した時はこんな展開になるとは思ってもみなかった。あまりにも残酷だ。2023年1月、シャラバンとシェキールは逮捕された。裁判で有罪が確定した場合、二人は終身刑となる。今なお凶器は見つかっていない。あなたは大丈夫ですか？よく知りもしない人に軽い気持ちで会ってはいませんか？